シューティングバーを隅にようこそ。今日のお魚は、皆さんお待たせ、 FN ハースタル P90 グライタックからリリースされます、死の語の言わずにアンボクシング。実銃メーカーであるところの FN ハースタルはベルギーの企業ですね。マニュアルも英語とフランス語で書いてありますね。細かいところを見ていきましょう。重量を測ってみましょう。約 2.4 キロですね。東京マリの P90 が 1.9 キロ。一緒に構えてみるとバランスの違いに気づきます。東京マリ P90 のアッパーレシーバーはプラスチック製。クライタック製の P90 のアッパーレシーバーはメタル製です。金属製メカボックスが入った電動ガンにおいては、クライタック製 P90 は非常にバランスがいいと私は思います。マズル先端からバットプレート後端までの長さは53センチですが、こちらにですね、スペーサーが入っています。これ最初から標準装備です。これを外すと、いつもの P90 の長さ 502.7mm になります。マズルはですね F2000 などでもおなじみの FN 独特の特徴的なものになっています。これは削り出し製ですね。かなりエッジが立ってます。芋ネジを外してマズルを外すと 14mm 逆ネジが現れます。アッパーレシーバーはトップレールピカテニー仕様です。そしてサイドレールが1枚ついてきます。先端に注目。なんとフロントサイトのようなものがついてますよね。わかるかな？このレール後端のこの小さい穴から覗けるようになってるんです。そしてサイドにあるこの2つのサイトもエマージェンシーサイトとして使えます。P90 そして使用弾薬の刻印はこちらに入っています。正式版権のファブリックナショナルの刻印はこちらに入っています。トリガー下のセレクターは適度なクリック感があってとても回しやすいです。ポップアップを調整する窓は東京マリーセールちょっと大きいですね。そしてなんとボルトハンドルと連動するというギミック付きです。特徴的なマガジンリリースは東京マリーよりかなり大きいものが付いています。最新型ってことなのかな。マガジンがとても外しやすい。今回私が感動しちゃったのはこのマガジンです。フォロワーが内蔵されていて最終弾を打ち出すとちょこっと出ますね。最終弾を打ち出すとこの出っ張りがぴょこっと出て本体のこの部分を押すわけですね。オートストップがかかるんです。では BB 弾を装填してみましょう。まずフォロワーを引っ込めましてローダーを差し込んでこうやって入れていきます。このようにダブルカラムになって上がっていきます。リアルカウントをお望みの場合はこの50という数字にレバーを倒してください。ぴったり50発で止まります。なんてマガジンなの。バッテリー揺れるためにバットプレートを外すときは上から押さえてあげると取れます。かなりカッチリとした環合になっています。バッテリー端子はもう最初から T コネです。世界潮流ですね。 T コネはもちろんタミヤミニコネクタ変換プラグも入ってますのでご心配なく。バッテリースペースはもう余裕ですね。縦にも入ります。奥にも入ります。こちらのスペーサーを取り外し可能です。プラスドライバーで緩めて下にずらして外すだけ。この状態でもバッテリーは余裕で入ります。バットプレートをつけるとこんな感じです。この方がしっくりくるかな。私みたいな小柄ちゃんが持ってもこう抱きかかえるような形になるのね。なので標準サイズ以上のあなたにはこちらのスペーサーは福音かもしれません。 P90 のデザインのポイントになっているこのボルトですね。こちらなんとですねこのモデルではライブ、つまり本物のボルトなんです。ほらパーツリスト上ちゃんとネジが乗ってるでしょ。つまり P90 やステアで昔大流行した吸音材を詰めた静音化カスタムが簡単にできそうです。今回ライラックスさんからお借りしたこの P90 は日本に1台しかないサンプルですので分解はちょっとご遠慮くださいということでした。ただアッパーレシーバーとローアレシーバーの分解は許されましたのでちょっとやってみましょう。まずはマガジンを外します。このボタンを押して前にずらせばあら真っ二つ。東京マリ製のアッパーレシーバーと比べるとかなりやっぱり大事違いますから重量感がありますね。チャンバーはドラム式です。私が見たところクライタックの刻印はこのチャンバーとマガジンのこの部分だけですのでセッティングしちゃうと全然見えなくなっちゃいます。控えめで好感が持てるよね。球弾口が上に向いてるのは P90 の特徴ですよね。ちょっと仕込んで90度ひねってあげるとこのようにインナーバレルが取り出せます。インナーバレルは50センチの銃としてはとても長い 22.5 センチ、内径は 6.05 ミリとアナウンスされています。噂によるとめちゃくちゃ当たるらしい。そして注目はこのロアレシーバーです。正規半径による刻印もバッチリ入ってます。こちらが東京マリー製のロアレシーバー、こちらがクライタック製のロアレシーバーです。よーく見てください。東京マリー製はこのロットを返して物理トリガーを動かしてるんですけど、なんとクライタック製にはそのロットがありません。長年 P90 ユーザーを悩ましてきたトリガーストローク問題。まず東京マリー製から見てみましょう。セレクターをセミにして引いてみますとトリガーストロークはこんな感じです。さらにオートにするとこちらプログレストリガーですのでこの辺がセミでここから先がカチッというところがオートなんですね。つまり
ここまで引く必要があります。このストロークよく覚えておいてくださいね。続いて暗いタックです。セミオートがこんだけです。でプログレッシブトリガーのフルオート、この辺がセミ位置で、なんとオートほとんど変わらないです。ちょっとこれは期待せざるを得ない。じゃあまずは東京マルイのセミオートからいきます。いいですか。プログレッシブトリガーのセミオートからフルオートまでがこんな感じです。いきなりフルオートだと、では引き続きクライタック製のセミオートいってみましょう。いいですか。短い。フルオートはまずプログレッシブのセミオート、そこから弾いてフルオート、マーベラスショートストローク。もう我慢できないので実写をしてみましょう。ところで今この状態、マガジンが入ってない状態では空打ちできます。空のマガジンを刺すとどうなるか、いいですか。はい、何も起こりません。オートストップはかかった状態なんです。エリア41のシューティングレンジです。最長で25メートルのストロークがあります。若干モディファイしてみました。弾道や発射が分かりやすいようにエーステックのブラスターをつけています。そしてサイトはもちろんベクターオプティクスのフレンズイン。弾道はめちゃくちゃいいですね。そして続くとオートストップ、P90 とは思えないキレキレー。 BB 弾のルートが分かりやすいように A ステックの蓄光弾を詰めてブラックライトで照らしています。ぐるーっと回ってダブルカラムでこのように、はい、先っちょまで行くわけなんですね。すげー光ってる。どんどん減っていく。こちらのクライタック P90 はライラックさんからお借りした日本に1丁しかないサンプルなんですけれども、分解しなければ何をやっても良いという現地を取りました。ということで筆下ろし実践に参加してまいります。3、2、1、チェック。よし、カモン。 OK。 いた、突っ込もうか。ヒット。はい、すいません、うまいね。私以外の人にも打ってほしいということですね。 P90 愛用者の方に代表して、お名前は。笑い男です。笑い男さん、 P90 好きなのって。大好きです。もう騒ぎ始めた時からもう P90 1本です。じゃあ P90 しか使わない。使わないです。で、当然丸いの P90。 丸いの P90 ですよね、はい、持っていただいて、はい、まず何か感じることありますか。すごい、手触りいいですね、これ、うん、自分はなんか バットの滑り止めかなんか塗ったりとかしたりとか。ご苦労あるのね。結構してたりとかしてた時ありました。打ってもらおうかな。いいですか。すいません、いいですよ、すいません、はい。おどう、やばいこれ。おこういう時なんていうか知ってます。キラキラー、これ欲しいですね、これ、はい、もう、まあ、っていうか予約しちゃったんですけど、ね、これ素晴らしいです、ね、興奮なさってます。はい、はい、すいません、あのピーキーユーザー、すいません、先にすいません、はい、ありがとうございます。こんなわけでございまして12月中の発売になりますので、はい、今しばらくお待ちください。はい、はい、ずっと待ってます。お買い求めはぜひ永久保証の41で、はい、